こんにちは。5月7日金曜日の現在時刻は3時40分、3時40分を回ったところでございます。皆様こんにちは、こんばんは。さあ今日も一日皆様お仕事お疲れ様でございました。お疲れ様です。ちょっとね、今僕がいるところは雨が降っておりますけれども、明日はね多分天気大体のところでね、全国的にまあまあ晴れるところも多いということなので、いい週末を送ってくださいよ。大丈夫ですからね、大丈夫ですから。さあ私は今ね、新舞子ですね、新舞子、知多市ですかね、間違ってたらごめんなさい。駐車場って有料なのかな。駐車場出入り口。さあ新舞子、新舞子、雨の新舞子、雨の新舞子。あれ、あれ、無料でした。今日は無料なのかな。今日は無料でした。こっから入ってくるのかな。おお、まあ、とりあえず行ってみましょう。さあどんなところなのかな。さあ駐車場から歩いてすぐですね、もうすぐにもうビーチが目の前にやってまいります。あ、いいですね、誰もいない、誰もいない、素晴らしい。そしてちょっとね、前傾を行きますよ。まず右から、そう、まずここに風車がね、風車があって左行きます。あ、ツバメさん、はい、こちらにも風車が、風車って言うんですか、これ風力発電ですね、ございます。ここは芝生のね、なんか大きな広場で、その先にビーチ。遊泳禁止なんですか、ここは。遊泳今だけなのか、海開きしても遊泳禁止なのかちょっと分かりません。久しぶりすぎて全く分かりません。はい、いやいいですね。まあ遊泳は禁止かもしれませんけどね、泳がなければ入ってもいいよということだと思うのでね。いやー綺麗です。あーあーあー、入っちゃいました、入っちゃいました。いやー今年の最初のね海水浴ということになりました。いやー冷たいですね。いやー、わ、魚が跳ねた。ちょっともうちょっと足まくるか。いやでも気持ちいいですね。あー気持ちいい、あー気持ちいい、気持ちいいですね。あー冷たい、大丈夫ですね、もうこれは大丈夫だ、もう入れるね海ね。まあ冷たいけどね、全然海は入れますからね。ね、いやーいいですね。あー冷たい、あー冷たいけど気持ちいいな、なんかね。さあ今日は新舞子でした。一応ね、対岸向こう側、僕のこの今後ろですね、こちらの方に名鉄の駅もありますからね、確か新舞子駅とかいうね。なのでまあ電車で来ることも
できますけれども、まあね、車で来る方の方が多いのかなと思います。よし、大丈夫、帰ろう。さあ、週末ね、この週末はしっかりですね、しっかり体と心を休めてですね、また来週から、また来週からのね、日常を頑張りましょう、頑張りましょう。体調崩したりね、しないように、いい週末を送ってください皆さん。大丈夫ですから、大丈夫ですからね、大丈夫ですから、良い週末を送ってくださいよ。ではまた明日お会いしましょう。平山茂でした。ちょっと手が、もう、また明日。おやすみなさい。